はい、どうもこんにちは、ファーバーです。今回はね、万年筆とボールペンが付録になった雑誌をね、見つけたので買ってきました。なんとね、万年筆、ボールペン、カートリッジ2本、そしてね、この本がセットになって980円。そしてね、45歳からのご機嫌ライフを応援してもらえて、ビーナス力をね、目覚めさせてもらえると。年齢もパワーに変えれると。これはね、買うしかないだろう、ということで買いました。まあ、真面目な話するとね、このウェッジウッドっていうのが、イギリスかなのカップとかね、そういうのを作ってる会社で、で、これがね、そのウェッジウッドの中でも有名なワイルドストロベリーっていう柄なんだけど、多分そうだよね。ちょっとね、それがね、気になって買いました。あとね、その中塚さんの美文字講座とかもね、ちょっと面白そうだなって思って。見た感じね、まあ45とか言ってるから、多分ね、40代、50代用の女性誌だとは思うんだけどね。買ってみました。多分ね、こっちの内容はお見せすることできないと思うんで、まずね、こっちを開封して、あとはね、まあ、この本の感想みたいなのがもしあったらね、やっていこうと思います。はい。じゃあね、まずこっち開けていきましょう。はい、こちらがね、ウェッジウッドの美文字万年筆&ボールペンセットですね。まあ、早速ね、開けていきましょう。あれ、なんかいっぱいあるね。万年筆のお取り扱いについて。まあそうですよね。万年筆とかほとんど経験ない人も買う可能性ありますもんね。こういうのね、やっとかないと。なるほど。多分俺は大丈夫でしょう。はい。おう。すっごい。ザ・ダンボールみたいなの出てきた。はい。じゃあね、開けていきまーす。じゃあ、いきまーす。じゃじゃん。お。またもう一回取り扱い説明書が出てきましたね。何回説明を受けるんでしょう。あれ、同じようなことが書いてあるかな。そして、あ、そうだ、これ見覚えのある色。あ、重たい。これさ、ちゃんと金属製で重たいペンだわ。本当にこれさ、本も合わせて990円でいいのかね。よいしょ。はい、じゃじゃーん。ウェッジウッドって書いてありますね。そして、なんだろう、どことなくね、ウェッジウッドの文字がね、斜めってますね。さすが安いだけありますわ。これ見てわかるかな？ウェッジウッドが傾いてますね、斜めに。多分ね、ウェッジウッド自身がね、作ってるわけないんで、どこかにね、外部委託してるんだと思うんだけど、どこが作ってんだろうね。ちょっと、あれですね、雑ですね、仕事は。はい、2本目。2本目は、あ、2本目はまっすぐかな？もしかすると。はい、こちらがね、ボールペンの方ですね。ちゃんとボールペンだね。はい。そして、カートリッジが2本。黒色のカートリッジですね。これ怖いね。ちょっと怖いな。これで中身は以上かな。はい、以上ですね。これボールペンはもう書けるのかな。はい、紙持ってきました。ちょっとね、いつもみたいに角度変えて撮るのめんどくさいんで、このままいきます。はい、ボールペン。多分こっちはもう書けるでしょう。でも書けるようになったね。はい。付録のボールペン。あれ？あのさ、なんか普通に書きやすい。ちょっとこれ笑っちゃうね。普通に書きやすいぞ。あれで、あのね、金属軸で、こう、ほどほどの重みがあって、なんか普通にいい。うわ、わけわかんない芯入ってた。なんだこれは。ちょっと待って、これさ、どのメーカーと互換性があるのかとかわかんないのかな。ちょっとさっきの取扱い説明書もう一回見てみます。今これ見てたんだけどさ、新たに芯をお求めの際はご使用済みの芯を店舗にお持ちになり類似の芯をご購入くださいだって。聞いたことがないな、類似の芯をご購入くださいか。なるほど。まあただね、万年筆の方は見た感じ、ほら、欧州規格のものをご購入くださいだから、ヨーロッパ規格のやつなら多分合うんじゃないかな。ボールペンの方はね、変えるの大変そうだけど、万年筆はなんとかなりそうかな。これね、思ったよりはいいよ、全然。本とさ、万年筆とさ、ボールペン合わせて990円だからね。そのボールペンに一体いくら分の価値があるのかっていう話ですよ。マジですごい。もしかしたらね、アマゾンとかで売ってる、こう、中華ボールペン？安い中華ボールペンとか買っても、このくらいのものが
出てくるのかな。はい、じゃあね、そしたらね、次、まあ、本命の万年筆の方行きましょうか。こちらね、まずじゃあ、インクをね入れていかないと。あ、ペン先見ましょうか。はい、ペン先はねこんな感じになってます。なんか普通にかっこいいよね。じゃあね、インク入れていきましょうか。個人的にね、このインクめちゃめちゃ怖い。大丈夫なの本当に。せめて普通にヨーロッパ規格のカートリッジ入れてあげた方がいいんじゃないのかな。いやーでも、一旦この990円で完結させましょうか。いきます。はい、いったのこれ。あ、今いった。すいません、さっきのハマってませんでした。これで多分ハマりました。あ、しっかりきましたね。いやー、しまった。ピントが合ってない時に行っちゃったね。今多分ピント合ってなかったよね。ごめんなさい。お、おおおお、すごい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 。あれ？普通に書けちゃった。しかもね、なんかインクフローもいいよ、普通に。見てよ、これ。こんなスピードでジャ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 ってやってもちゃんと出てくる。今までね、中華製の格安万年筆みたいなの買ったことあるけど、あれよりもしかしたらいいかもしんない。これちょっと驚きですね。990円で全部セットで、これはすごいかも。しかもね、これインクなくなってももう一本カートリッジありますからね。いや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 、これはすごい。これされちゃうと参っちゃいますよね。軸もね、ちゃんと金属でしっかりした軸だし、ちょっとね、あんまり文句のつけどころがないかも。正直ね、どんなひどいのが来るんかなって思ってたら、ボールペンも万年筆もね、ちゃんと書けるし、普通にね、それなりにいいし、まあそれはね、そのちゃんとした値段のするね、万年筆と比べたらそれはもちろん全然違うんだけど、鉄ペンのその辺の入門用万年筆みたいなやつと比べたら別に遜色ないかなって思いますね。結構前に紹介したダイソーの100円万年筆とか、あれはね、まあ、書き味はまあ悪くないんだけど、すごい安っぽさが目立ってた書き味と持ち心地だったんだけど、この人に関してはね、あんまりそういうとこもないし悪くないね。まあやっぱ鉄ペンってこともあると思うんだけど、あんまりその角度にも何癖つけてこないし、さすが美文字万年筆ですね。そっか、美文字万年筆っていう観点で見るとどうだろう。あー、なるほど。確かに言われてみればね、払いとかちょっとこうやりやすいかも。まあただ、普通の万年筆ですね。これだけ書いてね、まだ書き味で文句つけるところがないってのはね、やっぱすごいと思いますよ。本当にこれで儲けが出るんだったらすごいですよね。正直ね、この万年筆の弱点はカートリッジコンバーターの分かりにくさと、あとね、そのウェッジウッドの印字とかが微妙にその傾いてるとか、その辺の精度の悪さ、まあ、この辺くらいかな。書き味はね、正直値段考えたら文句の付けどころはないです。もちろんね、高いのとは違うんだけど、だけど入門用として売ってる1000円とかの万年筆と比べるとね、ちょっとあんまり差別化はできないかな。いやー、どこの会社が作ってんだかわかんないけど、恐ろしいですねこれ。正直ね、万年筆入門には全然十分な書き味でしたね。はいはい、ということでね、今回はグローという雑誌の、付録品が、万年筆ボールペンだったということで、買って試していきました。でね、まずこのグロー雑誌の方なんですけど、まあね、やっぱりね、女性誌ということで、俺には興味のないことばっかりだったんだけど、まあ、ちょっとね、女性の気持ちも分かったんじゃないかなって思います。そしてね、この中塚さんの美文字講座、これもね、ちゃんとね、講座形式になってて、まあ、自分はね、まだやってないんだけど、あ、面白そうだなって思いました。そして、こっちの方なんだけど、こっちね、ウェッジウッドの、ワイルドストロベリーの万年筆と、同じくね、ウェッジウッドの、これもなんか色あるんかな？わかんないけど、のボールペン。これね、2本とも普通にちゃんと使える万年筆とボールペンで、まあ、合計980円ってこと考えたらね、正直驚きのコスパかなって思いました。正直ね、ちょっとレビュアー泣かせなとこあって、どっちも、なんだろう、普通に書きやすいみたいな感じで、普通にね、使ってく分に文句のないペンだったと思います。普通ね、こういう女性誌って一冊いくらくらいすんのかわかんないけど、まあ普通にね、本一冊で1000円ってそんなに高くないと思うし、それに加えね、万年筆ボールペン、カートリッジもね、2個もついて、この値段、普通にいいコスパで、
いい買い物だったんじゃないかなって思います。うちの視聴者はね、多分40、50くらいの女性は少ないんじゃないかなって思うんだけど、まあ、もしね、ドンピシャの人いたら、面白いんでね、買ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。